おはようございます。ドライトニュースの時間です。 Java 版マインクラフトスナップショット 23W42A のアップデートがありましたので紹介いたします。今回のアップデートはマイクラライブ2023で紹介されたクラフターが早くも登場します。先日統合版にも登場したクラフターが Java 版のスナップショットにも登場します。それでは今回のアップデート内容を紹介いたします。まずはバージョン 1.21 の新機能の一つ、クラフターが登場しました。こちらはまだ実験段階なので、実験要素のアップデート 1.21 を有効にすることで使えるようになります。クラフターの作り方は、真ん中に作業台、上側は鉄のインゴット5個、真下にドロッパー、その横にレッドストーン2個配置します。いろいろアイテムを使いますが、作るのにそれほど難しくはないですね。クラフターの使い方は、右クリックをして、作業台と同じ要領でクラフトレシピを設置します。設置したら、レッドストーン動力を与えることで、クラフトした状態でアイテムを吐き出してくれます。これがクラフターです。このように、ボタンを押したり、レッドストーン回路で自動的にクラフトすることもできます。モッドにもあったクラフターがバニラにも追加することになりました。これは革命ですね。そしてクラフターの中身が存在しないレシピの場合の時に動力を与えると、このように失敗して何も吐き出しません。ちゃんとレシピ通りに置かないといけませんね。クラフターは東西南北上下に設置することができ、その方角にアイテムを吐き出します。さらにホッパーやチェストなどに直接吐き出すと、このようにそのままクラフトアイテムを入れることができます。ドロッパーと同じようなことができかなり便利ですね。そしてクラフターの先にコンパレーターを置き、クラフターの枠にアイテムを入れると動力が1追加します。これは1枠に動力1追加するようになり、1枠にたくさんアイテムを入れても動力1は変わりません。そういうことで最大で動力9まで入ります。さらにクラフターの枠をクリックすることで、その枠を閉じることができ、閉じた時も動力が追加されるようです。枠を閉じる理由として、クラフターはホッパーやドロッパーを使ってアイテムをこのように入れることができ、左上から右へと順にアイテムが入っていきます。枠を閉じることで、その枠にアイテムを入れないようにすることができ、例えば鉄のインゴットを全枠入れると鉄のブロックになりますが、特定の枠を閉じることで鉄のヘルメットを作れたり、鉄のレギンスなどを作れるようになります。自動化をするときに枠を閉じて特定のクラフトアイテムを作ることができます。そしてこのように自動的にインゴットからブロックにクラフトする回路を作ってみました。クラフトアイテムが1種類だけならこんなに簡単ですが、これが2種類以上になると難しくなります。このようにホッパーで2つ用意して、インゴットと棒を使ってツルハシを作ろうとしても、このようにうまく入りませんでした。鉄、鉄、鉄、棒、棒の順に入れないといけないので、そのレッドストーン回路を作る必要があります。これは結構めんどくさいですね。もしやるとしたら、すでにアイテムを何個か入れており、クラフターのアイテムが切れないように、アイテムを入れ続けて動かせばなんとかなりそうですね。他にもホッパーやドロッパーでクラフターにアイテムを入れるときに、左上から順にアイテムを入れますが、全体的に平均的にアイテムを入れていきます。平等になるようにアイテムが入っていきますね。さらに一箇所アイテムを取ってみると、補充するときに取った場所から補充していき、平等になったらまた少ない数の枠から補充するようになります。このように全体的に平等になるように補充するようです。ケーキを切るときも均等に切るようにね。以上、クラフターに関する内容です。まだ実験段階なので完全な仕様ではありません。クラフターに関する専用のフィードバックスレッドがあるので、そこでいろいろ意見を言ってみてはいかがでしょうか。続いて、その他の変更や修正で、メインメニューの黄色のスプラッシュテキストがありますが、それを消すことができるアクセシビリティ設定が追加されました。ここのハイドスプラッシュテキストを切り替えることで、このように消すことができます。別にあってもいいような気もしますがね。続いて新たなゲームルールが追加され、クリエイティブモードではない時にネザーポータルに入る時の待機時間の設定ができるプレイヤーズネザーポータルデフォルトディレイが追加しました。
これはティックを入れることでサバイバルモードで入ると普通は時間がかかりますが、ティックを少なくすることですぐにネザーに行くことができます。すぐに行きたいときにいいですね。逆にクリエイティブモードでの待機時間を設定できるプレイヤーズネザーポータルクリエイティブディレイも追加します。逆バージョンもあるとはね。そして発射物によるブロック破壊の有無の設定ができるプロジェクタイルスキャンブレイクブロックスが追加しました。デフォルトはトゥルーで壊せる状態で、最近では壺を弓矢で壊すことができるようになり、これができるかできないかの設定です。これはいい設定ですね。さらにロケット花火を使ってコーラスフラワーや壺を壊すことができるようになりました。ロケット花火ランチャーが強くなりましたね。以上、Java 版マインクラフトスナップショット 23W42A の主なアップデート内容でした。早くもクラフターが登場しましたね。クラフターを使っていろいろ回路とか作れそうですね。今からクラフター勢がガンガンやりそうですね。他にも変更や修正などがありますが、そちらは省きました。詳しい情報を知りたい方は概要欄にリンクを貼っておきます。それでは、良い一日を。